今日、上海で営業を開始した業界2位の回転寿司チェーン大手、くら寿司。ライバルのスシロー、はま寿司がすでに中国本土で営業する中、新型コロナの感染拡大により予定より2年遅れての開店です。見た目は日本の店舗とうり二つ。価格は一皿およそ240円と日本の倍以上ですが、もう31皿食べたけどあと20皿はいけるね。開店日だから値段を気にせず好き放題食べるよ。こちらの人はなぜかシャリを残しています。実は同業者のようです。上のネタだけ試しに食べてるよ。鮮度を見たいから。中国で最も人気の寿司ネタといえばこちらサーモンです。くら寿司ではサーモンだけで実に12種類のメニューを用意したということです。くら寿司によりますと、去年11月から今年4月の連結決算で純損益がおよそ10億円の赤字でしたが、その要因の一つがマグロやサーモンなど原材料費の高騰だといいます。中国では原材料の8割を現地調達することで輸送費などコストを抑えることができるほか、コロナ後の外食市場の盛り上がりにも期待しています。やっぱり100兆円規模というのはやっぱりすごい魅力のある市場だと思ってますので、そこにしっかりと入っていけるように今後基盤を固めていければと思ってます。回転する寿司ネタのように目まぐるしく変わる中国社会、外食市場のさらなる拡大を期待し、くら寿司は10年で100店舗を目指すということです。12時5分前です。今中国大陸1号店開店しました。大勢のお客さん、これ関係者がほとんどだということなんですが、店内へとなだれ込んでいっています。くら寿司が中国大陸初となる店舗を上海にオープンしました。その店内はケースに入った寿司が回るレーンも、タッチパネルを使っての注文方式も日本と全く同じ。座席数は220とかなり大型の店舗となっていますが、カウンター席とボックス席がある点も同じ。店員たちが練習する挨拶も、そしてくら寿司といえばあのシステムも、皿5枚で1回くじができるビックラポンまで同じです。子供に受けると思う。私の子供は景品が当たるようにどんどんお皿を取るようになると思う。一方で日本と異なる点も。上海では一皿12元およそ240円と日本の店舗の115円と比べ2倍の価格となっています。この店が今日オープンで日本で有名だと友達から聞いたことがある。おいしい、食材が新鮮で食感もいい。こちらのお客さんたちのテーブルに大量に乗っているのはほとんどがサーモンに見えます。中国の特徴として寿司の中でも特にサーモンが好きだということで、店では上海限定のサーモンのたたきも用意しています。客単価は日本の店舗の2倍を想定しているという上海のくら寿司。上海では9月までに新たに2店舗、今後10年間で中国大陸で100店舗を目指すなど出店を急いでいます。